その2。私は一度カジカをよく見てやろうと思っていた。カジカを見ようと思えば、まず大胆にカジカの泣いている背の際まで進んでいくことが必要である。これはそろそろ近寄っていってもカジカの隠れてしまうのは同じだから、なるべく迅速に行うのがいいのである。 背の際まで行ってしまえば、今度は身を潜めてじっとしてしまう。俺は石だぞ。俺は石だぞ。と念じているような気持ちで少しも動かないのである。ただ、目だけは乱々とさせている。ぼんやりしていれば、カジカは谷の石と見分けにくい色をしているから何も見えないことになってしまうのである。 しばらくすると、水の中から、石の影から、カジカがそろそろと首をもたげ始める。気をつけて見ていると、実にいろんなところから、それが皆申し合わせたように同じくらいずつ、恐る恐る顔を出すのである。すでに私は石である。彼らは、 等しく恐怖をやり過ごした手意で元のところへ上がってくる。今度は私の一望のもとに余儀ないところで中断されていた彼らの求愛がアンコールされるのである。こんな風にして間近にカジカを眺めていると時々不思議な気持ちになることがある。芥川龍之介は 人間がカッパの世界へ行く小説を書いたが、カジカの世界というものは案外手近にあるものだ。私は一度、私の目の下にいた一匹のカジカから、突然としてそんな世界へ入ってしまった。そのカジカは、背の石と石との間にできた小さい流れの前へ立って、あの、機械な顔つきで、じっと、 水の流れるのを見ていたのであるが、その姿が、漫画の河童とも、漁師ともつかぬ、典型人物そっくりになってきた。と思う間に、彼の目の前の小さい流れが、さーっと広々とした川に変じてしまった。その瞬間、私も、またその天地の骨格たることを感じたのである。これは、ただこれだけの話に過ぎない。 だが、こんな時こそ、私は、最も自然な状態でカジカを眺めていたと言えるのかもしれない。それより前、私は一度、こんな経験をしていた。私は、谷へ行って、泣くカジカを一匹捕まえてきた。桶へ入れて、観察しようと思ったのである。桶は、浴場の桶だった。 谷の石を入れて水をた,たえ、ガラスで蓋をして座敷の中へ持って入った。ところが、カジカはどうしても自然な状態になろうとしない。ハエを入れてもハエは水の上へ落ちてしまったなり、カジカとは別の生活をしている。私は退屈して湯に出かけた。そして忘れた自分になって座敷へ帰ってくると、ちゃぶん という音が桶の中でした。なるほどと思って早速桶のそばへ行ってみると、やはり先ほどの通り隠れてしまった霧で出てこない。今度は散歩に出かける。帰ってくるとまたぶんという音がする。あとはやはり同じことである。その晩はそばへ置いたまま私は私で読書を始めた。 忘れてしまって体を動かすと、また飛び込んだ。最も自然な状態で本を読んでいるところを見られてしまったのである。翌日、結局彼は、慌てて飛び込むということを私に教えただけで、体へ部屋中の埃りをつけて、私が開けてやった障子から谷の水音のする方へ飛んで行ってしまった。 これ以後、私は、二度とこの方法を繰り返さなかった。彼らを自然に眺めるには、やはり、谷へ行かなくてはならなかったのである。それは、あるカジカのよく鳴く日だった。カジカの鳴く声は、街道までよく聞こえた。私は、街道から杉林の中を通って、いつもの背のそばへ降りていった。 谷向こうの木立の中では、ルリが美しくさえずっていた。ルリは、カジカと同じく、その頃の谷間をいかにも楽しいものに思わせる鳥だった。村人の話では、この鳥は一つのほら、山あいの木のたくさん茂ったところには、ただ一羽しかいない。そして、他の瑠璃がそのホラへ入ってゆくと、喧嘩をして追い出してしまうという。 私は、瑠璃の泣き声を聞くといつもその話を思い出し、それを最もだと思った。それはいかにも我と我が声の反響を楽しんでいるものの声だった。その声はよく通り、一日中変わってゆく谷合いの日差しの中でよく響いた。その頃、毎日のように谷間を遊び放けていた私は、よくこんなことを口ずさんだ。 西平へ行けば西平のルリ、瀬古の滝へ来れば瀬古の滝のルリ。そして私の降りてきた背の近くにも同じような瑠璃が一羽いたのである。私は果たしてカジカの泣きしきっているのを聞くとさっさと背のそばまで歩いて行った。すると彼らの音楽ははたと止まった。しかし、 私は規定の方針通りにじっとうずくまっておればよいのである。しばらくして彼らはまた元通りに泣き出した。この背にはことにたくさんのカジカがいた。その声は背をどよもして響いていた。遠くの方から風の渡るように響いてくる。それは近くの背の波頭の間から高まってきて、 目の下の一段で校長に達する。その電波は微妙で、絶えず湧き起こり、絶えず揺れ動く、一つの幻を見るようである。科学の教えるところによると、この地球に初めて声を持つ生物が生まれたのは、石炭機の両生類だということである。だから、これがこの地球に響いた最初の性の合唱だと思うと、いくらか、 壮烈な気がしないでもない。実際、それは聴く者の心を震わせ、胸をワクワクさせ、ついには涙を催させるような種類の音楽である。私の目の下には、この時一匹のオスがいた。そして、彼もやはりその合唱の波の中に漂いながら、ある間を置いては、彼の喉を震わせていたのである。 私は彼の相手がどこにいるのだろうかと探してみた。流れを隔てて一尺ばかり離れた石の陰におとなしく控えている一匹がいる。どうもそれらしい。しばらく見ているうちに私はそれがオスの鳴くたびに、ゲッ、ゲッと満足な声で受け答えをするのを発見した。そのうちに オスの声はだんだんさえてきた。ひたむきに泣くのが私の胸へも答えるほどになってきた。しばらくすると彼はまた突然に合唱のリズムを乱し始めた。泣く間がだんだん迫ってきたのである。もちろんメスは、げ、げ、とうなずいている。しかし、これは声の振るわないせいか、オスの熱情的なのに比べて、 少し、のんきに見える。しかし、今に何事がなくてはならない。私は、その時の来るのを待っていた。すると、案の定、オスはその激しい泣き方を、ひたと泣きやめたと思う間に、スルスルと石を降りて、水を渡り始めた。この時、その可憐な風情ほど、私を感動させたものはなかった。 彼が水の上をメスに求め寄ってゆく。それは人間の子供が母親を見つけて甘え泣きに泣きながら駆け寄ってゆくときと少しも変わったことはない。ギョッ、ギョッ、ギョッ、ギョッと泣きながら泳いでゆくのである。こんな一心にも可憐な求愛があるものだろうか。それには私はすっかり 当てられてしまったのである。もちろん彼は幸福にメスの足元へ至り着いた。それから彼らは交尾した。爽やかな清流の中で。しかし、少なくとも彼らの地上の美しさは水を渡るときの可憐さにしかなかった。世にも美しいものを見た気持ちでしばらく 私は背を揺るがすカジカの声の中にぼしていた。作品1931年1月号を掲載